リタ充電切れる。はい。充電切れる。あ、充電。そこかビヨーンと伸ばして。タイプ C ですね。何やってるの？これタイプ C じゃないですか？そこじゃないって。そこだよ。そこだよ。それだよ。やばりたむ。行きますか？じゃねえんだよ。大志くんの精神やりやがって、ネギは言うねえんだよ。しんどいわ。行きますか？行かなきゃいけないんじゃないの？行かないと間に合わないレベルじゃないの？いや、間に合います。行きますか、ボジボジ行きますか言うノリじゃないでしょ。時間やば、どうすんねん。追い込まれて1時間10分に着きます。行きますか、どうやって。何もやってねえぞ俺。コアブレンズとかも、しかも自分で買ったかそうな格好して、サビがこっちはめちゃくちゃ。ここくるんじゃないですか？寒いし暖房もついてないじゃん。寒いって。ここくるんじゃ持ってきますか？持ってきますかって、持ってくに決まってるわ。持ってくに決まってんだよ。コックレンズ持ってますか？持ってますかって、この前私たちとこあったよ、新品。さっきのほんと追加税と、人の金だと思って。なんやねん、ほんま。どんだけあれするね。人の金なら何でもありか。涙が。寒いわ、もう。
でも時間もないし来るの遅かったよ、まあ、多分しんど、これで寒いよな、どうしよう、どうするの、そうですねって、それ切ればいいの、じゃあこれギリギリ残されても知らん、俺、もうこれだけで足りるの、寒がりなのに、これもう震え上がってるよ、今も寒くて、これで寒くないの、これで大丈夫なの、これで、はい、大丈夫です、は広角レンズがないです、何を根拠に大丈夫っつってんだよ、この前なくし、渡したやつなくしたんかい、お前これどうしたんでしたっけ、広角レンズも3つも買って、3つともサッカーやって、3つともどこやったんや、人の金だと思って、来るのも遅い、光学レンズもなくす、自分の方があったかそうなダウンを着る、なめてんだろ、でもそう思ってない、人の話を無視する、ほら無視してる、ひどいよね、とんでもないひどさだ、大丈夫じゃねえんだよ、パスポート、何？時間ない。時間がない？はい。じゃあなんで時間がない、ギリギリに起こすんだよ。すいません。少しは余裕持って動け。知らん俺、はい。俺起きたらケーキ食べて、コーヒー飲んでね、はい、そういうスケジュール立ててたんだよ。知らんぞ俺は。なんでいつもギリギリなの？先行きましょう。どんだけギリギリなの？すいません。舐めてるんだろ。怒らないとか、人の企画も。だからこんなギリギリに来るんやろ、何でもすぐ余裕持ってやらない、知らんよ俺、朝こいつだって夕方来たら積み重ねにこうなるな、違うのマリア、そうや今日だって早めに来てって言ったやん、これ早めじゃないやん、何黙っとんだよ、行くのやめます、は行くのやめます、何がやねん、鬱陶しい、それですぐ拗ねる、うざすぎ、別にいいよ、一人で行くから、いつもそうやん、今回だけじゃないやん、いや早く何時に来てっつって来ないのはなんでなの、ギリギリに期待するのはこれ、なんでなの、ちょっといっぱいいっぱいで、何がいっぱいいっぱいなの、自分のことでいっぱいいっぱいやんけ、こっちは自分のことでいっぱいいっぱいじゃねえわ、いつも人のこととか何かのことでいっぱいいっぱいなんだよ、配信のこととか仕事のこととか、何で自分のことでいっぱいいっぱいなんだよ、意味がわからん、んなのもう何のために生きてるかわけわかんなくなってきちゃってる、はぁ、自分のためだろう、自分のことにしか生きてないやんけ、お前が他に何優先してんだよ、何よりも自分のこと優先してんだよ、じゃなかったら夜中に帰らないわ、昨日だって朝早いんだったらこの家泊まるに決まってんだろ、どこ行くねん、何を優先してんねん、それに行かないと別にいいよ、一人で行くから、いや来なくていいです、もう一人で行きます、もう、はい、お疲れ様、リーダー送って、はい、うん、
最低。早く来いっていうの来なかって俺がぐちぐち言ったらね、放棄するんなら放棄すればいいんだよ。こんなのは今回だけのことで起こってないんだよ。いつも早く来いっつっても来ないからだよ。なんでこんな起きてすぐギリギリで行かなきゃいけないんだ俺は。知らねえよ女の。毎回だから言って、それでもう行きたくないとかっていうのは行かなきゃいいよ。来なくていいよ。わかりました。うん、普通に言ってほしいよね。お前は俺じゃねえんだよ、はい、なんでお前がルーズなんだよ。じゃあお前が金くれよ。じゃあお前稼げじゃ、うん、もう一人で行こう。昨日の怒りとマリオへのストレスがダブルで今2つ重なってる。これ今非常に最強になってる、うん、一気に来るよ。これもう止まんないよ俺。切り切って、うん、マジでムカつく。起きてすぐ寒いし暖房もついてないし寒すぎだろうと、うん、ね、一人で行くわ、うん、飛行機マリオのも通ってんだよな。責任感もねえんだって。やばすぎるから本当。だって朝7時に出るって言ってたんだよ。で8時ぐらいに来たよ。朝7時に出発だよ。それでわからんわ本当。何のために金払ってるかわからん。マジで仕事なんだよ。アリもしつこい。もうか1時間15分、はい、何時出発なの。11時です。もうリーダーに全部伝えてよ、はい、行かないんだから。マジで機嫌が悪すぎてケーキがマジで喉を通らん。圧倒的な寝起きの悪さが拍車かけてる。ブチ切れそう。もうそうだ、そうだ。マジで待って、ごめん。何かね、俺に怒られたから。子供だから怒られると行きたくなくなるんだよ。一人になりたくなる。行きます。行かないじゃん、だって行かないって言ったじゃん。いや、それ行かない、行かない作戦やったじゃん俺に。子供みたいに行かない作戦やったでしょ、はい、怒られるとすぐやるやん、はい、もう行かないと思ってプーンとか言ってやるじゃん。もう行きたくないです、うん、怒られるから行きたくないです。確かに寝起きが悪くて俺がちょっと怒ってるよ、理不尽に。それもあるよ、うん。でも俺が言ってることってあらかじめ間違ってないからね、はい、早くこいつって来ないお前も悪いじゃん、はい、で、機嫌が悪い俺も悪いじゃん、はい、お前も悪いんだよ、はい、僕も悪いです、うん、寝起きが悪い俺も悪いよ、確かに、はい、うん、でも朝来ないお前も悪いんだから、はい、僕も悪いです。自分のこと優先して、はい、そうでしょ、うん、お互い悪いのに行かないです。じゃあ俺も行かないよってなるやん。じゃあ行かない俺も。
冗談です、冗談です。これ無責任だよ、うん、他にね、そんななんかいや、あれだけどそれぐらい頑張ってよって言いたくない、うん、荷物忘れ物ないの？あ、多分大丈夫です。運転、準備、車乗らなきゃいけないよ。はい、それリタは何のリュック持ってるの？いや、なんか一応持ってるだけです。一応持ってるだけ、はい、うん、で昨日リタも20回ピンポン鳴らしても出てこないからね。もうリタにもストレス溜まってるよ。凍え死にそうになったからね、昨日。すいませんでしょ。20回ピンポンだよ、はい、うん、横の部屋で何してるか知らないけど。いやいや、ねえ、独り言してたんやろ、どうせ。いや、違います。20回ピンポン鳴らしても出てこないんだよ。どう思う？あれ、昨日も、とりあえず韓国行くまでにやることをやってきたから、もう配信ばっかできるから。うん、今日朝から夜までね、毎日、うん、でもうちょっと時間やばいからもう行くから、うん、いや、すいません、マリオごめんね。あ、すいません、お機嫌悪くて、はい、ごめん、マジで無性にイライラした。リスナーさんごめん、ちょっと寝起き悪いから、うん、でマリオのせいでもう歯磨きしません。これはもうマリオのせい、はい、口が臭くても我慢して、はいはい、もう歯磨きはちょっとできない、もう寝起きすぎて。マジでできん、まあいいや、白いわ。俺機嫌悪いのも悪いよ。でもマリオも悪いとこあるんだって、本当に。シャンプー持ってきますか？何？ふけシャンプー、はい、そしてふけシャンプー届きました。フルコートあるよ、手が荒れてる。フルコート？手が痛い、かか手が荒れてるから、うん、早く出ないと。やっと目が覚めた。アイコスとか持った？昨日も忙しくてね、帰ってきたら12時半だったんだよ。疲れちゃった、本当に。もうあれもこれも本当に疲れた。で昨日深夜2時に荒野から電話かかってきてたけど、本物かな？よし、行こう。ガチやってたの？もうやめて、もう夜中。食いたくない、スポンジを、生クリームだけ。贅沢食いしちゃった。財布持っていくから、いかんで、スタートじゃんね、有限がね。俺はなんで一日ね、おしっこしたい。パスポート持った？パスポートあります。
フルコートないんですけど、これ効かないわ、手の薬完全に効かん、手が腫れてる、手が痛い。オイラックエイチクリーム、これ効く？肌弱い人、オイラックエイチクリーム効かないよね、これ。とかアイコスばっかり。あとはなるようになる。それで行けばいい。何日だいたい1年です。移住します。さよなら日本。でマラソンの時にだけちょこっと帰ってきて、あとは韓国の生活になります。すいません、忘れ物ないからもうしょうがない、もう出発したんだから。今さら忘れ物どうのこうの言ったってしょうがない。パスポート2つある？うん、パスポート2個あるならもうあと OK、 あと行けばいい、行って全部揃えたらいいやん。違う、しゃあないやん、もう行くしかないって。もう鍵閉めたって、もう鍵、日、閉じまり関係、今気にさせられたら戻りたくなるからやめて、もう。しゃあないって、もう出発したんだから。あれもこれも。心配かけないで、揺さぶらないで。俺を。違う。もういいやん、もう。無理だって。あれもこれも。無理。エアコン切ったとかもつけっぱでいいわ、もう。時間ない、おはよう、おはよう、もういいよ。安心させる言葉して、不安ばっかかけないで。大丈夫、マイナス10度だよ、寒いよとか不安になるやん。大丈夫だ、いらしてる、今から行くんや。いらしてないよ、韓国行くんや、今から。いらしてません、声枯れてるよ、もう。ごめんなさい、ごめんください、皆さんのごめんください。とりあえず謝ってごめんをください。謝ってほしい、ごめんください、怒らないで、ごめんください。しんどいわ、もう太りすぎてきつい、もうデブで、もうやだ、もう人生が20顎しんどいわ、もうしんどいわ、もう韓国で整形します。ここの脂肪を吸引して、ここに吸引します、顎の脂肪を。でここをふっくらさせていきます、それからここに吸引して、ここのシワをなくします。ここのシワで太ももの脂肪を吸引して、でお尻にあれします。そうしますね。
アンパンマンとか言うとふっくら、うん、でここにメスを入れてエクボを激しくやります。あとちょっと息子をあれします、大きく整形で、うん、もうこのタイミングのラインやめて、誰か知らんけど切れるよ。間に合いそう？ねえ、誰なの？グルチャ発言禁止なんやけど、小次郎。ほら。発言禁止な。もう次で強制大会。LINE のグルチャ入ってね。もうすぐ800人。また気がついたサブスク減ってるわ。困ったもんだね。もう入りたい。 LINE で01いないとやっていけないで検索、オープンチャットでね、それ出てくるね。入りたいってまだ入ってないのって感じ。みんなハートミーちょうだい。ありがとう。センキュー。ハートミープリーズ。ありがとう。おう、ありがとうね。グルちゃんも入ってくれて、あと17人入ってくれたら800人。入って、おはよう。はい、皆さん今からですね、家を出発しました。今から韓国の方向かいます。で、サポートマリオさんにしてもらうんで、マリオさんで会社の業務リタ頼むで、はい、何かあったらリタとサポートします。うん、はい、でマリオもリタを動かして、え、どうですか、うん、そういう体制でいく。ゆけつくんだけゼロワンハウス出入り自由、あとはダメ。ダメです。うん、で女と遊ぶならあのホテル行って、ありがとうございます。うん、あのカエちゃんみたいに連れ込まないで、さすがに。でリタ、あの、はい、どっかで、はい、もうしばらく帰ってこないから大掃除企画もやってね。わかりました。ゼロワンハウス大掃除、はい、頼むよ。ゆけつくんに行ったらゆけつめさんに手伝ってくれる。あ、わかりました。うん、でマリオはハードだけど、はい、今年頑張んないと、はい、いい正月迎えないと、はい、な、はい、うん、で、給料は正月休み銀行が止まる前に先払いするから、それ日程調べて、2人とも、はい、うん、正月休み前銀行止まる前に給料払うから、はい、言うならあのマラソンの分まで払ってやるから、はい、それでいい正月過ごしな。分かった。はい、うん、韓国でも配信しますか？もちろんさせていただきます。そのために行きます。韓国にプライベートで行くわけではありません。トコナツと一緒ではありません。はい、
僕は配信するために行きます。初めての海外配信です。29日だからマリオ帰ってすぐ振り込んで生産してな。あ、ありがとうございます。で、なんでこのタイミングなのって思います？やっぱりずっと海外に行くって行けてなかった。なんでしっかり応援してくれるリスナーさんのためにクリスマスプレゼント、クリスマス海外で配信する、だからちょっとは違う配信をやっぱプレゼントしたい、そういう気持ちでこの時期に行きます。わざわざ忙しい時期にね。なんでもう年末なんでね、みんな寂しくないように。ちょっと昨日もね配信やれなかったし、もうちょっと頑張ります。でバトルに関しては、大体もうランカーの6人ぐらい、男のもうその人縛り、あと事務所の子以外もう受けません。はい、いいですか。あとはもうコラボ受けないんで、もうそういう予定で、アリもいいんじゃない、なみかママさんに近々確認して何時からか決めよう。ハトミありがとう。初めてですか。はい、皆さんに12 13 14 15 16 17 18 19 19秒ラグいぞ。どうする、一回配信切る。19秒はやりづらいな。こんなもんなんかな、 TikTok。 19秒もラグがある、俺の声が届くまでに。どういうこと、19秒はやりづらいわ。あるんだけど海外2回目で、プチ告白、小次郎さんありがとう。サブスク、俺のおじいちゃん韓国人です。はい、でも俺は日本人だけどね、俺のおじいちゃん、だからちょっと血が入ってます。だからおじいちゃんの親戚探します。おじいちゃんの、いや関係ないっつっても、中には軽蔑するような人もいるんじゃない。反感とかね、半日もいるぐらいだからね、中にはいるんじゃない、
ろ俺は嫌いっていうかむしろ好きだけどね、言うなら。兄弟がいる可能性ある。おじいちゃんの別の子供の子供、わかんないけどそういう情報もある。亡くなりました。いとこになるのそれ。いとこか、いとこになるんじゃない。よし、うわよ、みんなありがとうね。あとね、空港って何時間前に着いたらいいんだろうね。空港に2時間前ってなんでなの。2時間前国際便は、え、2時間前にいないとダメなの。間に合わんや。なんで、どういうこと。1時間前に着いたらもう乗れないってこと。そうなの。何時から？11時です。2時間前間に合わないわ。ハドミありがとう。全然間に合わない。どうする。おはよう。楽しみより不安がでかい。怖い。あと、それ緊張するね。どうしよう。来た。
連絡先知らずにどうやって電話をかければよろしいですか。はい、メッセージ送ってください。でゲスト上がってください。あの困った時いいです、ゲストに上がりに来てください。他の社員さんにもう一度。ああすいません、こっちの別の会社なのでちょっと確認が難しいですよね。すいません、どこに並べばいいの。並べるのはこちらだと思います。ここ、はい、たらい回しになってる。配信は映せない。映せない。うん、映像はちょっと無理かな。じゃあカジノは我慢します。うん、でもまあ1回ぐらいやってみたら1万円ぐらいかけてみたいんで。まあ僕熱くなっちゃうんで止まらなくなっちゃって全部いっちゃうっす。なるほどね。ありがね。あのね、だからね、まずね、ミョンドンは行ったらミョンドン。ミョンドン行って。はい。で、ミョンドン行く。それと、あれはなんだっけ、あれ見たことない、あのドラマ。なんだっけ、みんな。あの。イテウォンクラスですか？あ、イテウォン、イテウォン。イテウォン。うん。イテウォンのさ、そのロケ地とか、ちょっと回るとかさ、一番有名な。イテウォンのロケ地を、まあ、俺もちょっと古いけど、まあ、いいかもしれないですね。あとはね、あの山があるんだけど、ソウルの後ろに山があって、その上にあのタワーの展望台っていうか、高いタワーが立ってるわ。高いタワーが立ってる。時間何泊すんの？何泊？1週間です。1週間とか。したらね、ああ、でもレンタカー、まあ運転手つけちゃってもいいけどな。そんなに、あのタクシーとか安いからさ、韓国は。運転手います、隣に。ああ、ただ車、あの、国際免許持ってんのかね？国際免許がいるんですか？韓国は確か左ハンドル国際免許必要じゃねえかな。そうなんですよ。うん。あの、日本の免許じゃダメだと思う。俺、韓国で自分で車運転したことないからわかんないけど。でもね、あのね、あの、避暑地みたいな。国際免許はないです。ああ、でもどうなんだっけ、はい、韓国ね。あ、韓国か。まあ、でもな、どっちにしても多少お金かかるからな。でも運転手、あの、一日払ってもね、2万、一日どれくらいか、2万も払えば一日中走ってくれんじゃね？ 2 万円専属でついてくれるってことですか？うん、タクシーでさ、交渉してさ。まあ、なぜタクシー代安いよ。あの、距離にしてはもう日本とは比べ物にならないぐらい安いから。そうなんです。うん、でも昔よりはね、ウォン円がちょっと円安になっちゃってるからちょっと高いけどな。はい、昔だったらつけます。うん、ちょっと交渉していくらかさ、一日だいたい最初ぼったくってくっから。ぼったくってきます。まあ、だまあだからもうちょっと安、何人か当たって、もうだ向こうはいくらだったやつとかさ、ちょっと。1ウォンが日本円でおいくらですか？え、今、1ウォン？ 1 ウォン。って、だから、前は10分の1だったけど、今多分は日本の8分の1ぐらいだから、
分の8分の、まあ10分の1だと思えて、100円が10円、1000円が100円。まあそう。もう、でも今、もうちょっとね、円が安くなってるから多分、だから、100ウォンが、100ウォンが、ちゃ、逆だな。ん？え？ 1000ウォンが140円だって。1000ウォンが140円。OK です。まあ、そうだ、はい、だから 1.4 倍ぐらいか。はい。そう、前はね、ちょうど10分の1だったから、円がね。はい。いいね。俺も韓国好きだから、韓国ね、でも食べ物美味しいからさ。食べ物、あれ、ケジャン食べたいです。ケジャンもまあ美味しいけど、うん、まあ俺はあの前から言ったなんだっけ、コムタンスープとかさ、スープ系うまいよ。スープ系がうまい。うん。カルビ、クッパとか、まあクッパよりコムタンスープの方がうまいかな。まあみんな美味しい。でも美味しいところ、どこでもまあまあ美味しいよね、向こうは。マジっす。うん。スープとご飯ばっか食べたらいいですね。まあ、いや、いっぱいある。肉もね、ちょっと日本とは全然違うからね。マジっすね。うん。あと、ホルモンとか。ホルモンの美味しい専門店とか。ホルモンの美味しい専門店。うん。いや、もうちょっと、場所がわかんないわ。でもさ、だいたいググってさ、ここ行ってって言ったらさ、だいたい行ってくれるよ。ググり方もわからないです。なんでだよ。普通にググればいいじゃん。あ、韓国。日本のググって出てくる。だから、Google で韓国、美味しい店とかって調べて、ソウル美味しい店ってググって、いっぱい出てくるから、はい、で、運転手にここ連れてけって見せればさ、はい。行ってくれるよ。奥さんと来たらどうです？あれ、俺？はい。じゃ奥さん無理じゃん。子供も3人いるしさ。子供も3人いる。ましてや、このクリスマス時期でね、韓国はね、クリスチャンが多いから、クリスチャン。うん。もう圧倒的にクリスチャンが多いんで、教会もいっぱいあるけどね。教会もいっぱいあるんですよ。うん。クリスチャンに失礼なことってあります？なんか。クリスチャンはないんじゃない？ないです。なんか文化で失礼なこと、これはしちゃダメとか。ああ、ね。まあ、韓国は、まあ、最近はそうでもないかもしれないけど、昔は韓国は残すのが礼儀だったけど。残すのが礼儀、はい。うん。人の家行ったりするとね。人の家とか行くと、お店は別だけど、人の家行くと、全部食べきっちゃうと物足りないみたいな。お店で残しますもん。お店は残さんでもいいかもしれない。最近はね。頼みまくります。そうそう。まあでも結構ね、いっぱい食べ、あ、なんだろうな、トッポギはまあ持ちやか別にな。あれ、あとね、豚肉のやつうまいなんだよな。なんだっけ。サムギョプサル。サムギョプサルもうまいな。うん。あのね、ちょうどね、金浦空港、どっち行くの？インチョン？金浦ね。金浦空港。金浦？金浦空港か、はい、インチョン空港かどっちかでしょ？降りん。どっち空港だ？インチョンっぽいですね。インチョンっぽいです。あ、インチョンか。じゃインチョンからだとソウルまで行くのに高速でちょこっと走るからね。はい。うん。いや、金浦空港だと、金浦のすぐ近くにめちゃくちゃうまいサムギョプサルの店があってさ。マジっす。激うまなんだけど。空港のすぐ近くなんだけど。じゃあ、そっちだったら、サムギョプサル。で、まあでもホテルね、まず、ちょっとさ、後でさ、DM 送っとくがさ、LINE つなげて、じゃあ。LINE。うん、なんかあったら。Wi-Fi の設定もちょっと知りたいです。Wi-Fi は全然どこでも一緒。ホテルのフロントで、日本語喋れる人、多分いるから。で、空港で Wi-Fi 設定しないとダメですよね。Wi-Fi を借りないと。Wi-Fi 持ってないんで。まあ、空港の場合は、まあ、どっちかあるきゃ、例えば Wi-Fi を借り、でもね、日本の空港で Wi-Fi 借りれるとこもあるんだよ。日本の空港で Wi-Fi 探してみますか？日本の空港で。でもさ、別に携帯そのまま繋がるよ。4G ですか？ 4G、5G と、だって韓国の方が進んでるから、もう別に Wi-Fi なくても別にドコモでもソフトバンクでもそのまんま喋れるよ。リスナーさん、そうなの？そうだって。
だって俺いつも毎回言ってるからわかるよ。ただし、あの、設定から、通信会社を選ぶようになるから、かな。で、ソフトバンクだったら、何やったっけ。なんか、もう一個あるんだよ。SK かもう一個、どっちか。どこも S か。携帯で高くなります？え、違う、普通に喋ってる分にはな、ローミングだからならない、そんなに。一日中配信するから。韓国の配信って別にどうなんだ？TikTok は関係ないんじゃねえの？動画をさ、別にこう送ってるわけじゃねえから。でもギガを使うじゃないですか、たくさん。あ、でもね、韓国で TikTok やろうとすると、いや、Wi-Fi の問題じゃねえんじゃねえかな。別に Wi-Fi なくったって繋がるよ。普通に。全然、料金もそんな変わんねえと思うけどな。伊沢さん、そうなの？いらないってこと？繋がるとか繋がらないはいらないよ。別に。ギガ放題だから、韓国でギガ使ってもギガ放題だったらいらないよね。あ、違う。携帯会社違うから、ギガ放題にはならない。ただ、だから、映画をダウンロードするとかさ、例えば何やと、テレビ電話で喋るとかっていうなると、まあまあお金高くなる、結構。でもこの配信って多分、昔ギガ放題じゃない時にだいぶ食いますよ、これ。TikTok はね、TikTok コリアも韓国もあるじゃん。30ギガじゃ足りないもん、1ヶ月。どうだったっけな俺、あれちゃうちゃう、それこそさ、運営つながってんでしょ、はい、運営に聞きゃいいじゃん。韓国で配信した場合、料金どうなるんすかって聞いてみればじゃん、運営に。運営さんもわからないと思うけど、わかるかね。いや、わかるよ、わかるよ。だって、はい、TikTok コーリアとか、まあ、大体、ほら、近いとこってみんなつながってるから、もともとこれだって、韓国だってあるじゃん、TikTok。タツニーは、反 Wi-Fi なんすね。てか Wi-Fi ね、めったに使うことない、俺。韓国行って Wi-Fi 使うとしたら、ホテルでそもそも Wi-Fi あるから。いや、外配信でね、普段の配信で。うん。ホテルか、もしくは、ほら、日本でいうスタバとか、向こうカフェがね、めちゃくちゃ多いんだよ。韓国ってカフェだらけなのね。で、韓国のカフェはみんな Wi-Fi あるよ。で心配だったら日本の空港で Wi-Fi 借りてきゃいいんじゃない？はい。韓国行くんですけどって言えば、韓国で使える Wi-Fi さ、はい、安く借りれるから。はい。ただはね、俺使ったことねえけどな、別に。TikTok 配信するんでも。海外行った時でも。で、韓国の空港でもワンチャン借りれる？みんな。韓国でも借りれるよ。韓国でも借りれる。空港でも。どっちでも借りれる。そうだよね。ギガ放題は適用外だよね。韓国は。だから、そうそうそう。SIM カード入れ替えるの便利なんだよね。確かに。ただね、ルナさん言ってるみたいに、SIM カードを入れ替えると、TikTok 立ち上げると、確か下手すると、TikTok 韓国に繋がるんだよ。ね。TikTok 韓国になるんだよ。確か。韓国になっちゃう。うん。で、韓国のランキング1位取るか。ああ、韓国取りやすいよ。取りやすい。うん。一週間取れるんじゃん？日韓、何回か。韓国ランキング。うん。日本よりはちょっと低いから。500K ぐらいでいけるか。500K じゃいけねえんじゃねえか。500K じゃいけないですか。まあでも、1位取りやすい。1M ぐらいでいけんじゃん。1M とか。1M 結構きついけど。そうか。でも韓国いいな。俺ももう、毎週のように行ってたからさ。来てくださいよ。え？まあ、近いけどな。はい。待ってますね。いや、無理だって今、子供とお前、クリスマスの時期だから。はい？クリスマスじゃん、もうすぐ。あとに、一日ぐらい僕にくれたっていいじゃないですか、その冷たいこと、子供。クリスマスの準備があるんだよ、子供たちの。もう。クリスマスの準備が。一日ぐらい僕に時間ください。うん。1日ぐらい。
そうそう。だから言ってんじゃん。来年、ゼロワンとの旅っていうのやろうぜ。ゼロワンと海外行きましょう。海外な。海外はじゃあ、今回韓国行ってるから、どこ行くじゃん。次は、タイだな、タイ。タイ行くか、タイ。うん。タイもいいよ、タイ。あ、そうだ、ゼロワン、韓国行ったら、拳銃撃ってきなよ。いやー、また、ちょっと、そっち系。韓国行ったら、拳銃。それもできるんすね。できる、できる。あのね、俺も、嫁とやってきたけど、そこ配信できるよ。ここ怖かったっすか？全然大丈夫。でも近いです、田舎で。うん、射撃いいよ、配信できるし。配信できます。うん。じゃあ射撃も行ってきます。そうそう、射撃絶対。本当はね、タイだとね、タイだと射撃もできるし、ゾウも乗れるし、トラもダリだし、ワニとも遊べるしとかいっぱいあるんだけどな、タイだと。ああ、タイだとね。うん。今度タイ連れてってください。タイね。はい、まあ、でもまあ気をつけてね。だから、一応LINE の QR だけ送っとくよ。DM で。あ、ありがとうございます。うん。気をつけて、また韓国着いたらまた配信するでしょ。はい。うん、見とくわ。わかりました。あ、気をつけてね。皆さん失礼します。お邪魔しました。失礼します。ありがとうございます。はい。はい、失礼します。うん。ちょうど、タツに来ます、韓国に。どっかで来ると思う。どっかで。とりあえず、韓国、じゃあ海外挑戦1カ国目だから、3カ国挑戦しよう。3カ国。来ます。うん。もう、うずうずして、もう、多分明日あたりにもううずうずしてくると思う。うん。うずいちゃうと思うね。見てると。うん。さっきコメントで今韓国にいますっていう人いたから、ワンチャンいるかもね。リスナーさんね。数人ね。普通にいるかも。あれね、タイ。タイってどうなんだろうね。あれよ。コンセントの変換プラグ買ったということ。コンセントが違うってことか。買ったの、はい、うちのマリオさんちゃんと用意してます。はい、ちゃんと用意してます。舐めないで俺のメニューで。電圧も違う。お、みやびサブスクありがとう。2ヶ月目。ちょっとみんな抜けてる人いるよ。サブスク。また40人減っちゃったよ。なんでそういうことやるんだろうね。うん、入ったり減ったり、入ったり減ったり。で、うん、でシェリーグローブ持ってるの。グローブ、おはよう。オプチャ入った。そこで情報を見てね。そうしないと、あーこいつ配信してないなってなっちゃうでしょ。オプチャ見てると分かるから。
予定が。アトミありがとう。みんなありがとうね。Thank you。遠く行ってくるね。で、向こうで、お土産で作るわ。で、そこでもう住所とか書いちゃう。で、送っちゃう、そのまま。お土産でね。なんか欲しいのがあったらね。お土産でも作ろう。みんなにプレゼントするわ。11時出発、まだ着いてない。あと20分。ちょっとバタバタするよ。セナサブスカありがとう。ナイス5ヶ月目。ナイスや。Wi-Fi とりあえず借りないで行ってみます。Wi-Fi は、日本で借りるか、韓国で借りるか、どっちがいい？まゆちゃんって配信してない？マリオ、まゆ電話してみて。日本で借りたら時間ないよ。立派になった、トーク。うちの将軍。天下の大将軍目指してね。天下の大将軍。うちの男レスナーさん、ヒーロー社長のトーク、将軍です。で、大将軍は S 社長とヌーさんとタツニーがいる。どうだ？大将軍も強いよ。で、姉妹もどんどん増えてるからね。みんな揃ったらえぐい。かなり強い。ないかな。で、トー君とヒーロー社長はもう特にゼロリスだしね、強いよ。暇なら来るからね。動きあった TikTok 大丈夫そう？
動きはなんかあった？こう全体で事件とかあった？ない？何かありました？見てない？なんか情報ないの？情報、情報、給与、クロロ大炎上したの、クロロ、トコナツが配信してる。韓国では TikTok になるかと、バトルしてた夜中に、どっちが勝ったの？日本で借りた方がいいよね。じゃあパルは勝ったんだ。割れてた。そういうこと。まっ頭きて投げたってこと。まっ頭きて。いやまあ3位だったもんね。うん。ドスさんと口喧嘩してた。落としちゃったんや、悔しくて叩きつけたんだよ。そんなこと言えないでしょ配信で、うん、悔しかったんだね。きっとこんなわけって、荒野のプライド知らないでしょ。普通に落としてた、リアルタイム中で。よっさんとこうや、ね、口喧嘩したら、よっさんなんつってたの？よっさんが。よっさんが、俺の方が有名だってね。で、こうやなんつってたの？ファミリーで家族へようこそ。これが全力で守り可愛がってやる、うん、で今日はよくわかんないコメントもみんなスルースキルして偉いよ、うん、触れないでしょ、うん、ちょっとね変な人もいるけど、ちゃんとスルースキル決め込んじゃってる。おかんありがとう、センキュー。よっさんとは何者だな、かっこいい、ほんと。あ、切れてた。ちょっとやっぱ
韓国っぽい顔してない俺。面影ない。日本人っぽい。韓国っぽくないちょっと。知らんさ。知らんさ。日本さは違うね、ちょっと。ない。わかんないか。パクセロイは違うね。でもかっこいいよね。で、韓国の人は10年間片思いとか普通らしいね。10年間片思いして、で好きで、で一生懸命仕事頑張って出世して一途なんだよ。で硬派でしょ、紳士で。俺と一緒。俺もこの6年間一途に配信やってきた。一途に。で、しらすがね、旦那が いて、子供がいるのも分かってる。でも俺は、好き。俺は、しらすが、好き。俺の好きは変わることはないよ。人妻でもね。韓国の地ってなんか美味しいイメージない。韓国のキムチとかって酸っぱいらしい。日本だと酸っぱいの無理じゃん。もう向こうはもうああいうなんかちょっと腐ってるの当たり前らしいね。どう思う？リスナーさん、俺あんまりあの発酵されてるの無理だわ。飛行機チェックイン、携帯からしましたと思って。チェックイン、うん、チェックインがちょっとよくわかんないですよ。チェックインがよくわかんないって、うん、何泊ですか？最長28日だけど、もうしんどかった、寒くてしんどかったらもう明日にはもう帰ってきちゃう。1泊2日の可能性あるね、うん、こればっかりは。だからどんだけ体力が持つかの戦いになる。寒さに弱いしね。ネットでチェックイン着いたらやってみるけど、もうそのまま行った方がいいよね。時間ない。時間かかるんでしょ、手続き。
北朝がホワイト宣言何回やって何回炎上してるの。バカなの本当。もうクリーンになりますって今まで何十回やってるの。なれるわけないじゃん。もう無理だよ。変わらないよ、人って。うん。おはよう、みたいな。俺みたいに変われるならもう変わってるから。とっくに。そうでしょ？いらっしゃい。また一人で配信して、ね。閲覧500ぐらいになったらまた炎上させるよ。みかままにお前呼びしてた。悪影響を受けてるね。うん、01、俺は変わったよ。俺はクリーンだ。ジャッキーも悪影響を受けたらダメだよ。うん、緊張するな。大丈夫かな。これで寒かったらもうどうしような。うん、咳はもうだいぶ良くなった。もう風邪は治る気だし、うん、楽しんできて、ね、いや、のがめない。何分？1時間半で着く。北海道より近い。1時間で着くから。成田から。3時間もかかるの？なわけないよ。3時間もかかるわけない。1時間40分、ちょっと遠いな。結構かかるな。結構怖いな。うん、2時間もかかる。しんど。飛行機怖いよな。飛行機。あ、もう空港内か、これ。空港内。こっから円滑に行かないとダメだよ。もう。で、リタが車乗り継ぐから目の前でいいよ。どっかでね。駐車場止めなくていい。イミグレって何？え、エンフォーさん。何？間違ったな。だからもう失敗できないって言ったばっかりやん。国内線の方来ちゃった。国
国際線の方行かないと。うん、そこら辺止めたらいいじゃん。大丈夫かな。日本でお金下ろしてた方がいいの？リスナーさん。お金。韓国で下ろした。下ろした方がいいのお金。え？ツイッター行こう。いや、安いとかじゃなくて楽な方を教えて。もうお金は別にいい。うん。普段頑張って稼いでるから。メガネ持ってきます。うん？メガネ。メガネいらない。お金日本で下ろした方がいいのかな。少し文化だカードねえし現金しかねえし、文化とか知らないし、俺の文俺が文化だから、俺色に染めるし、俺がルールだし、カードないって。カードあるけど、もう限度額あと7万円しかない。日本で下ろすわ。お金下ろすわ。いいだ、頼むで。ぶつけないでよ。昨日ガリガリってなった。俺様、オラオラ。ドド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  SK 配信者ね。プリウス買いました。結構気に入ってる。で、マリオさんラッパーです。ラッパーです。二人ともモンクレラッパ全部人任せ。配信は自分がやります。人任せじゃありません。論破、はい、人任せにしてたら今がありません。全部自分で道を切り開いてきました。論破。あつ、おはよう。いらっしゃい。4階でございます。こちら側のドアが開きます。
Wi-Fi レンタルあるよ。今すぐレンタル、Wi-Fi レンタルある。これした方がいいかな。借りてみます。うん。すいません。韓国行くんですけど、はい、韓国で使う Wi-Fi はここで借りた方がいいのか、はい、向こうで借りた方がいいのか、どっちでいいんですか。韓国ってことですね。はい、韓国自体 の会社には寄っちゃうと思うので、こちらでは何ともちょっとお答えはできないんですけれども、弊社の Wi-Fi でご連絡、レンタルしていただくのであれば、韓国は一番上の料金表でございます。サクサクできます。早いでしょ。そうですね、当日のお客様3点確認がありますね。1点が QR コードを読み込んでもらって、お申し込み自体はお客様にお願いをしておりますね。はい、5分から10分ほどお時間かかることがございます。はい、はい、で2点目のお支払いがクレジットカードのみになります。持ってる、はい、で3点目があとこの Wi-Fi ボックスを充電していただくケーブルですね。差し込み口が USB Type-A と同じものになりますので、こういったアダプターをご用意していただく必要がございますが、持ってる、はい、はい、それでしたら当日のレンタルは大丈夫です。お時間はまあ10分ほどかかるかなっていうのは、はい、カードの情報とか住所など入れていただくことございますので、はい、マリオさん早く、弊社でレンタルされていかれる感じで、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、この Wi-Fi ボックス使っていただくのは全く初めてですかね。はい、はい、そうしましたら一番最初ホームページに飛んでいただいたと思います。あとお手続きはこちらでよろしいですか。はい、でこちらの3本線1番、あどっちでやってもいいですか。あと、はい、1台借りていただくのであれば1回注文いただくだけで大丈夫なんですけど、こっちで、はい、チェックイン大丈夫。俺チェックイン行くか。あ、はい、うん、行ってくるわ。チェックイン。写真をチェックのインしてくるわ。でやっといて。すいません。でもごめんなさい。はい。すいません。チェックインってこれでできますか。こちらでちょっとチェックインは分かりかねちゃうんですけれども。これは多分イノベーションさんに聞いてもらった方が申し訳ございません。初めてのもん。どこでフォーメーションどこですか。あ、はい、少し戻っていただいて、はい、左側にハテナの看板見えてまいります。そちらがインフォーメーションですね。わかりました。ちょっと情報送って、情報今送ります。うん、許可をしていただいて、なんかここは入ってたらないんで、こちらも、次回の QR コードを読んでいただいて、受け取るボタンが押せるようになるか。これ見ていいんで、で誰この人、誰なの。受け取るをしていただいて、誰なのこれ。ちょっと待ってると、一個できますんで、抜いていただいて、はい、こちらでレンタル完了になります。で、返却も同じお店とこういう機械が1階の到着会にもあるので、はい、相手のところにも送させていただければ、それで返却完了になります。で、使いだ、あ、この先それで終わりです。で、使いのところなんですけど、こちらのちょっと俺、フォーメーション行く、ちょっとマジでわからん、赤いやばそう、時間間に合わなさそう、大丈夫かな、リスナーさん。待ってくれる？フォーメーションどこ？フォーメーション。フォーメーション。すいません。
受付どこでしたらいいか教えていただいていいですか。ちょっとあの情報が。ここなんですけど。今いらっしゃるのがこちらの地図でこちら南ウィングなんですが、はい、反対側北ウィングのいいカウンターです。いいコーナー、いいカウンターで、いいカウンターで、右に曲がるとすいません、ありがとうございます。 Thank you。 いいカウンター。マリオに連絡しとく。北ウイングのいいカウンター。マリオに言っとく。もう質問攻めやめて、もうあれもこれもいるの、着いたの、何時からどこで、大丈夫、時間は、もうクエスチョンマーク禁止、もまさか疲れる質問攻め、ね、やめて、もう質問ばっかり受け付けません、質問 NG です。黙って見てたらわかるじゃん、自分で考えないで質問でしょ、楽しようとしすぎじゃん、一分見たらわかるじゃん状況、見る前に質問、あれもこれもパスポートは大丈夫、あれもこれもやめても、質問に答えるだけで疲れる、疲れてきた、質問ばっかりじゃん、質問やめてね、マリオに伝えて、それ俺が言ったんじゃん今、俺が LINE で伝えようかなって、俺自分から言ったんじゃん、自分からマリオに伝えようかなってことを、なんで念押しで伝えてって指示してくるの、俺が言ったんじゃん自分で、それ自分で言ったから自分で送るよ、当たり前じゃんそんな、ヤバくん、こういう時って忙してもいいことないよ、落ち着いてとか冷静に、冷静にさせた方がいいと思う、だから心配性であまりああだこうだ言いすぎると逆に 焦っちゃうよ、違うの、気をつけてね、どうやって気をつける、考えは気をつけてね、気をつけようがないじゃん、どう気をつけたらいいの、どうするの、無防備じゃん、何を気をつけるの、具体的に、うわやばい並んでるわ、すいません、わからんどこ並べばいいか、何なんか警告来たんだけど、ちょっと一回配信終わるわ、どうぞ、すいません、チェックインお済みですか。
チェックインをしたいんです。あ、チェックインしましたら、こちらの列がチェックインの列になりますので。どこですか？こちらの列ですね、左の列になります。ご出発委員長までで間違いないですか？はい、はい、失礼しましたら、こちらで。え、委員長、こちら見てもらっていいですか？人に撮ってもらったんですか？202便で、あの委員長になるので、はい、こちらでチェックインまあ、ちょっとただ聞かれてるだけだと思います。治った。治った。いやチェックイン 俺だけでできるのかな、パスポートだけでできるのかな、チェックイン番号とかでできるんかな、どうやったらできるんだろう。マリオいなくてできる、マリオいなくて大丈夫かな、大丈夫。そっちが主に制作じゃん。あ、そうです、 PR でどうする。マリオいなくて大丈夫かな、大丈夫。そっちが主に制作じゃん。ああ、そうです、 PR でどうする。制作の案件。そうだよね、そうだ、そうだ。予約番号とかでできるんかな。あ、さっきさっき、あ、そうなんだ。スーツケースいる。あのさ、 Wi-Fi 契約してるときにチェックインチェックインっつって俺に行かしたじゃん。それでスーツケースって言われても困るんだけど、どういうことなのこれ。荷物預けないとっていう人、じゃあなんで俺にチェックインさせに行かせたの。じゃあ初めに一緒に Wi-Fi 契約してから来たらよかったじゃん、一緒に。みんながだって振り回すからね、本当にどうしたらいいかわからんくなる。お客様、この後10時30分までに23%いらっしゃる。ちゃんとコメントを聞いてるだけだから、うん、あの CM とか無理で、結局その時点で解散で通す。間に合ったじゃん、うん、いいじゃん。お客様ずっと止めつけて、うん、いやだから落ち着け、しかも CM から解散さないと、うん、今気合さを決めたから。なんだか嫌ね、もう来なくていいよ、また来るねとか、もう来なくていいです。そんなこと言うんだったら、余裕がないんだよ。そんなリスナー構ってられないよな、彼女で。気分悪くなるとか、あ、ごめんなさい、11時だ。スクショしとこう、次来たらマジで行ってやろう。もうプロフィールも全部スクショしとく。でも運営さんに報告します。 C さん、はい、失礼します。活動とこれ配信者なの、配信者でそんなコメントしてるの、やば。配信者ほど変なコメントするよ、ね、完全に報告しよう。結構軽くて、いいな。でも思いっきり ESTV、これいける？雪山仕様。予約。可愛い。見てた。ちょ、マリオ頼むわ。あ、取れた。もうリスナーさん、次はどうするの。次は、うん、寝不足だしね、寝不足もあります、もちろん。電話でも起きてるしね、夜中2時半に。
うん、なの電話かなと思って、リスナーもマジで焦らしてくるからね、もう時間ない時間ないとかチェックイン。焦って余裕がなくなったらね、気分が悪いからまた来ますってふざけんじゃねえこの野郎は。こっちがもう嫌だわ、バタ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 。余裕持ってよ、落ち着きなさすぎる、マジで。どんだけ落ち着きないの、こっちが余裕なくなる。しんどいわ、もうあれ向こうだ。思わない、ラグイラグイとかね、どこまでも焦らしてくるか。出た、現金下ろさないと、下ろさないと、フォーメーション行こう、現金下ろさないと、いくら下ろす、いくらぐらい使うかな。ホテル代だけで15万円とかだったら、30じゃちょっと足りないか、30じゃ40ぐらい。ちょっとフォーメーションいないわ、インフォーメーション誰もいない、やばいなこれ。すいません、やばい、すいません、マジでいない、あかん。すいません、いないわ、どうする、やばいわ、焦るわ。どうする、どうする、チェックイン本人いないとダメって出てきたよ。すいません、申し訳ないです。あのお金下ろすとこってどこあります？お金、ちなみに通貨どちらでしょうか？はい、通貨は円です。円からどちらですか？円から、ウォンです。円からウォン。この北メング4階ですと2つございます。はい、2つございます、はい、2つ、はい、今こちらで1つは F カウンター後方のものと、あとは A カウンター、こちらっていうのは、こちらと今ごと、はい、あと A カウンターの後方にも、 A カウンターにもあります。エンカウントの候補に、わかりました、ありがとうございます。円だけよ、どういうことなの、聞かれたじゃん今、円からどちらに変えますかって。やば、ほんと気になるコメントあるわ、だ円で下ろすんだけど、今円で下ろすって言って何に変えますかって言ったから、ウォンに変えるんでしょ。なんだろう本当に、マジで生理来てるわ、やばい本当。4時間ぐらいしか寝てないから円だけでいいよとか意味がわからん、ウォンに変えるんでしょ。うん、違うの？今はモンに知らねえよ、そんなこと言われて。どうしたら、もうみんながうるさいんだよ、なんかしつこい人いる、うん、小獣とか。両替のこと、両替って何なの、もう本当に分からん、もうだからもうちょっと あそこのいくら下ろすの。あ、ヒーロー社長いらっしゃい。イオン銀行、イオンで
取り扱い中止やないか。どういうことやねん。2個あって1個中止やん、うん、本人確認のために来てほしい。だからそれ先に言ってよ。もうしんどいって。だから言ったじゃんマリオ。もうなんでそうやってリスナーも教えないの。知ったかするなよ。わからないんだったら知ったかするのやめて本当に。だからいた方が良かったやんけ。バカなの本当に。マジでやばいからリスナー。何も知らないのに知ったかしないでよ。じゃあ知らないんだから本人確認で必要じゃん。それなら両替とかああだこうだ。やば本当知ったかぜ。知ったかすんなよ本当に。すいません。本人です。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。薬局の顔機内って充電できます。機内は、はい、あの差し込み口はございます、はい、お預かりをするとしたらおカバーお一つだけですか。このリュックも。あ、はい、かしこまりました。重さ確認しますね。お二人でトータル30キロまででしたらお預かり可能です。パンチョン立場だ。行ってないし二人でいなきゃダメで本人確認あるようなコメントないからね。他の両替とか他のコメントばっかり。知ったかしないでよ。わかんないんだったら本当に知ってる人だけ教えて。何でもかんでも知ったかするかよ。大きいですか。うん、モバイルバッテリー預けれるわ。知ったかばっかりして。しつこいよ。ダメだけど少量はいけるからね。知ったかしないでよ本当に。行ったことないでしょ韓国。邪魔でな。怒ってるよ。だってあれやれこれやれって。もう知ったか勢がいるんだよ。知らないくせに。でしゃばって。モバイルバッテリーダメだって。ダメだって。ダメなの。お預かりはできないのでお持ち込みいただいてます。機内、うん、はい、お持ち込みしかできない。モバイルバッテリー取らないと。キャリーバッグに行ったらパターンアウト。あ、そうなんだ。うん、補助バッテリー大丈夫ですか。で本人確認終わりました。あ、大丈夫です、ありがとうございます。間に合いますかね。はい、慣れてなくて大丈夫です。両替してきていいですか、ね、あ、はい、大丈夫です。恐れ入ります。両替は日本円だけに両替したらいいんですか。日本円だけ。日本では日本で下ろして向こうでお金変えたらいいんですか、ね、あ、こちらでもできます。こちらでもできます。日本でもできます。韓国語に変えられます。じゃあ行ってきます。はい、恐れ入ります。もう大丈夫マリオさん。はい、大丈夫です。もう知ったかやめてね本当に。本当に知ってる人だけ教えてね。もうリュックは手持ちにしたらってどういうことなの。何の知ったかそれ。手持ちにしたらって背負おうが手持ちだろうがどっちでもいいじゃんそんなこと。何それ、どういうことなの手持ちって。何の話してるの。知ったかやめてよ。手で持ったって背負ったって一緒だわ。持ってきたリュックを変えること今更できないし。
どっちでもいいやんけ、そんなの。お腹も空いてるよ、怒ってるよ。だリュックを預けないでリュックは持ってくでしょ。いやマジで知ったかい多いから本当に。やめてって言ってんじゃん。しかもね、日本円だけだよとか言ってたけど、ちゃんと韓国のお金に変えれるじゃん。日本円だけとか言って、今から変えれますけど、日本円をウォンに変えれますけど、ここの空港でもそれできないとか言って、日本円だけとか言って知ったかしてさ、できるじゃん、聞いたじゃん俺、知ったかしないでよ。どんだけ知ったかしたいの、できるじゃん。現地で買えようが日本だろうがどっちでも変わんないやん。そんなエクスチェンジも言葉が難しいんだって。タツニーも何なのそれ、横文字使って何なのエクスチェンジ、知らないからそういうこと。あ、どうぞどうぞ、いいですよ。あ、時間かかっちゃうんですよ。いや時間かかっちゃうんですよ。じゃあ先行かせてください。すいません、時間かかられたら困る。じゃあちょっと下ろす。50万下ろした。ウォンに変えるわ。今回の旅の費用50万。リスナーさん、いつもありがとうございます。これ使わせていただきます。リスナーさん、ありがとうございます。リスナーさんのおかげです。配信で稼ぎ、配信で使う。俺は配信者の鏡だ。どうだろう。チャック。失礼失礼。すいません。失礼いたしました。申し訳ない。で、ウォンに変えよう。ウォンに。すみません、50万円をウォンに変えたいんですけど。韓国ウォンですか。韓国ウォンで50万円、大奮発。こちら、用紙が必要になります。用紙が必要。はい、これから、ご
両替の目的をお伺いしているんですが、こちらは何の費用に？豪遊ですね。ご旅行費用。ご旅行費用。お仕事関連の大豪遊。ご出張ですか？ご出張っていうか、まあ、ご出張です。韓国支部に、はい、出張で、こちらはあの仕入れなどのお金とかではないですか？仕入れではなくて、あの滞在費とか。滞在費など、滞在費、出張費、韓国支部にちょっと挨拶に行きます。こちら用紙のご記入をお願いいたします、はい、用紙のご記入に。後ろでですか？すみません、あちらに。早めに言えよ。しかもさ、今のなくない、あの後ろで書いてくださいって、後ろで書いてくださいって説明をが あってからね、前で返したら言われてもいいけど、後ろで書いてっていう説明がないのに、あたかもなんか注意を聞かないみたいな今言い方だったよね。後ろで書いてもらっていいですか？初めから説明受けてねえから、初めから言えや。じゃあだったら後ろで書いてる、書き方もわからんやん、これ全然わからんじゃん、これ書き方が、書き方の説明もないの。現金いくらなのこれ、ね、1、10、100、1000万、10万、分からんこれ、説明もないんだ。すいません、これちょっと分かんないんですけど、フライトナンバーをお分かりになられます。フライトナンバーです。フライトナンバーちょっとどっかに書いてあります。すいません、熱い、汗かいてきた。もう出発やで。はい、ありがとうございます。はい、どうも。レートは一番が 0.1257 円です。 0.1257 円ですか。ちょっと低いですね、相場より。そう、うん、予算以内ですと、こちらになりますね。397万になっちゃうんです。はい、日本円が減っちゃうってことです。レートが1ボンが 0.1257 だから損しちゃうんですね、簡単に言うと。ボンに変えると、まあ、あの両替に手数料かかりますので。両替に手数料も変えちゃう、はい、で韓国ウォンでよろしいですか、ね、韓国ウォンで、はい、はい、じゃこちらに丸をしていただいて。どれですか？韓国ウォンですね。すいません、韓国で両替した方が安いと言ってます。どっちですか？韓国のライトこちらではわからないです。わからないです。どちらがいいかっていうのはこちらでは何とも言えない。何とも言えないです。こちらのレートは1ボンが 0.1257、 韓国のレートがわかれば比べていただければ。4、5、6、7、8、9、10万円だけでいいですか？キャンセル変更できませんが、金額の方は大丈夫ですか？はい、分かります。リスナーさん、ありがとうね、教えてくれて。危なかったわ、損するとこあったわ。
なんで絶対に現地の方が安いって知ってる。これが100円ですか、日本でいう120円ぐらい。1、10、100、1000、まあ、これが1000円ぐらい、これが1000円ぐらいね。でこれが100円ぐらい。小銭がないんですね、韓国は。はい、ありがとうございます。はい。すいません。はい、ありがとうございます。小銭、なんで小銭くれないんだ。一十百千万。これ誰？チャングム？チャングムの主人公これ。これが5000円ぐらいか。なんで？これより大きな札ないの？チャングムより、チャングムよりない、でかいの。これ5万ウォンが一番大きいやつないの？なんか10万ウォン作れや。10万ウォンで1万ぐらいでしょ。どうなってんねん。うて、この辺に喫煙所あるから、喫煙所、喫煙所が A のどっかにあるはず。すいません、喫煙所は外？喫煙所は上行ったらすぐ。 Thank you Thank you Thank you, how are youFine. Thank you. リタ君ってなんで大丈夫なの？家帰るだけなのに。何が？ガス欠で高速で止まってる？何してるの？何やってるの？ガソリン確認しないと。何してるの、もう。次から次へと。いやいや、高速乗る前にガソリンぐらい確認しないと。そんなの俺らもバタバタ忙しかったから。ちゃんとやろうよ。大丈夫なの？衝突されない？
さんタバコ吸ってくるわ、待ってて。いっぱいになってきた。そんな時間やばいの？エンタメじゃねえから。ふざけんなよ。心配なの、それで両替とかのんきにやってるじゃんらしい。ちょっと行こう。マリちゃんは搭乗口は？マリちゃん？マリチ、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 配信も見てないの。配信も。どこ行けばいいの？搭乗口どこ？搭乗口。どこ行けばいいの？
搭乗口はどこ？そこ向かうから、うん、どこですかじゃなくて、どこ行く、どこなの？チケットに書いてあるでしょ。なんで人に聞くのって、マリオがチケット持ってるからだろう。人に聞かないと分かんないだろう、自分で持ってないんだから。23ゲートってどこなの？23ゲートが分からんわ。どこにいるの今、ちょっと分かんない。23ゲートが分からん。その後ろの入り口で荷物検査、マリオさ、荷物検査しないと、入り口で。ちょっとここ来てよ、ここ。ここ来て。どこにいるの？ここ行かないと。どこにいるの？やめてよもう。うん、はい、動画切ってくださいね、はい、カメラ切ってね。はい、ワーパイは切っちゃダメよ。はい、動画切っちゃダメよ。はい、動画切ってくださいね、はい、カメラ切ってね。はい、ワーパイは行けないとっていう人。じゃあなんで俺にチェックインさせに行かせたの？じゃあ初めに一緒に Wi-Fi 契約してから来たらよかったじゃん、一緒に。みんなが、回転レーンです。え？治った？治った？何これ、画質がバグってない？何これ、怖い怖い、バグった、携帯壊れた。何これ、加工？何これ、何、白飛びしてる？なんで？なんで？画面タップしたら明るさ出る。あれ、いいねしてる。どういうこと？画面が明るくなってる。誰か。ああ、これ。あかん。ちょっとリスナーさん、韓国行ってくるわ。みんなまたね。行ってくるね。うん、行ってくるね。着いたらつけるね、配信。うん、ごめんね、ちょっと朝から余裕なくて怒ってごめんね。頼むね。うん、ちょっとフォロー通知しといてね。フォロー通知。じゃあね。